秋田貞信新ボックスは、秋田貞新作の小説の作品集を収録した書籍である、2ブックスより発売された。全3巻セットで構成される。完全受注生産であり、2009年10月30日、予約締め切りで、同年12月22日に発売された。もともと、秋田自身が管理するウェブサイト、もつ鍋の悲願の雑記のページにて、 2008年9月4日から始めた不定期連載作品、あいつがそいつで、こいつがそれでとして、秋との代表作、魔術師オーフェンは、グレタビシリーズの続編後の設定としているを掲載したのが始まりである。同作品は、もともと魔術師、オーフェン最終巻のエピローグとされていたが、ここまで書いちゃうのは野暮だし、収まりが悪いよなぁと思って削除したという理由で、 発表されなかった。その後、各種完結した、富士見ファンタジア文庫作品群の後実談を描くという、同文庫20周年企画の依頼を受け、お祭りみたいなもんならばとこの作品を書き上げたが、企画が消滅。単体での観光を脱信されたが、前述の理由に基づき拒否し、サイトの日記更新の穴埋め用として、登場人物を置き換えた上で不定期連載する、こととした。 連載が始まると、ブログや一部のネット記事等で話題となり、秋田本人にも書籍化を望む声が届いたようで、秋田は反響に驚いているとし、角川書店との付き合いは今でもあるため、正式な作品にすることは簡単と思われるが、何のための物語かという理由が思い浮かばず、目標のない物語は少し不幸として、正式な作品として、 観光についての考えがないとする表明を2008年9月28日分の雑誌で綴っていた。しかし、あまりの反響ぶりと、ある編集者からの挑発に、お祭りみたいなもんとしてであれば、ということで企画されたものである。そして、未収録作品が掲載された、雑誌等の募集、別途書き下ろしてほしいオーフェンの概伝を公式サイトで、アンケートを取るなどし、書き下ろし、 未収録作品を集めた、秋田貞だボックスとして、トゥーブックスより販売されることとなった。なお、2011年より、当初籍発行元のトゥーブックスより、魔術師、オーフェンの新シリーズの刊行がスタートし、第1巻の、消え去る暇の終端約束の地ではそれぞれ通常の単行本として、発売された。全522ページで構成される。 富士見ファンタジア文庫で刊行されていた魔術師オーフェンはグレタビシリーズの続編である。全338ページで構成される。富士見ファンタジア文庫で刊行されていたエンジェル・ハウリングシリーズの続編である。全332ページで構成される。書き下ろしを含む各種短編作品が収録されている。この作品は、 秋田自身が管理するウェブサイト、もつ鍋の悲願の雑記のページにて、2008年9月4日から始めた不定期連載作品である。前述の通り、内容は秋田の代表作、魔術師、オーフェンの続編である。秋田サダシンボックスに収録された正式タイトルは、消え去る暇の終端という。ありがとうございます。